どうも、高井です。 YouTube 大富豪7つの教え、この本の中にね、動画の大量投稿の話が載ってるんですけど、あ、そうだな、実際その動画投稿した後に 最終的に、まあ自社のブログ、自社サイト、それとかこういうね、本とかあるんですけど、ランニングページですね、そちらに誘導する際にやっぱり知識いりますよね。だからこの本だけじゃなくって、こういうランニングページに関する本を読んで考えて作った方が、まあ、最終的に外注するより安くするので、この多い本だけじゃなくってランニングページに関する本も読んでみてください。それでは。